どうもじゃみみやです。今日はですね、PC 版ぷよぷよテトリスのテトリス A 級リーグの試合、バーサスカズくんの試合が、今日の朝11時に行われましたので、こちらの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。いやもうね、最新動画ですね。だから今日の朝対戦して今もう収録しております。さあ、こちらが DT4 に対して相手が開幕 TSD。 さあ DT4 D スピンダブルから、さあ TSD パーフェクト。危ない、これね。 DT4 ね、トリプルまで、間に合わないと TSD パーフェクトで刺さっちゃうんで、そこだけ本当に見といた方がいいですね。 TSD パーフェクトを警戒するのは DT4 使いとしてはもう当たり前といったところですね。さあ若干堀っぽくしてるけど、相手の方が地形がいい上にちょっと火力も出そうなんでかなり苦しい。さあ鉄筋シングルで総裁当てて、なんとかテトリスまで総裁当たって間に合うが、危ない。相手ちょっと今総裁外す構えだったけど、なんとか総裁当たってくれたんで結構助かりましたね。途中 DT でかなり火力が出そうな形だったんだけども、総裁外さなかった、外れなかったんで大丈夫だった。さあ置きミスしてるように見えるけども、まだカズ君は大丈夫そうだな。そこに俺テトリスから、T スピンダブル先読み。さあ TSD これ総裁外しでしっかり、まあ差し切れるだろうといった。さあテトリスまで間に合わなかったんで T スピンダブル早い。今カズ君速度速かったですね。なんとか速度出して T スピンダブル打ったけども、ジェイミノの置きミスも、左側か、左側の方のジェイミノの置きミスが辛くて刺さっていった。まあこれはね、総裁外し良かったですね。相手がテトリスまで間に合わせられなかったので、そこで火力がね間に合ってなかったんでね、テトリスまで間に合わすことができれば多分まだいけそうな感じはしたけども、といったところにカズ君 T ミノの置きミス。さあ致命傷、あれはまあ結構あるあるですね。T スピンしようとして、溝に入らずに空中に浮いちゃって、回転ミスというか、落下ミスって言いますか。割とあるあるなミスですね。さあ、俺と待ってる。そう、これね、これ、申し訳なかったですね。これ実はね、リーグ戦の時、これコントロール接続切れたんですよ。いやーもうこれ、本当にしょうもないですね。で、今これ、接続切れて、めちゃくちゃこの時焦って、早急に、接続し直して、なんとかなったって感じですね。まあ、カズくんも今ちょっと待ってたかな。いやー、本当になんか申し訳なかったですね、これは。まさかこの、リーグ戦本番の時に、コントローラーの接続が切れるというね、この悲しい事実が起きてしまいました。さあ、T スピントリプル、強気な操作やすしからテトリス。さあ、それに対してカズ君は、アイミノを掘ってって、T スピンシングルから、ホリレン体制か。T スピンダブル作って、それをこちら強気な総裁外しから、T スピンダブル。テトリス打つが、カズ君もテトリスから T スピンダブル。さあ、5部ぐらいですかね、これは。こちらホリレンで、アイミノ、アイミノ、エルミノまで。さあ、そこにカズ君、オギミスしてるんで、これはだいぶ有利になった。さあ、T スピンシングル打つが、地形的にだいぶ有利ですね。テトリスを強気な総裁外し、から、T スピン先読みしながら、T スピンシングルで、さらに先読みして T スピンダブルから即座に T スピンダブル打てる形でしっかりと刺しに行くと。まあやっぱり置きミスの比率的にはこちらがかなり少なくて、まあ開幕的には順調ですね。カズ君はそれに対してカズ君結構やっぱり序盤はかなりミスが目立っていたようで、そこをしっかりとがめていったって感じですね。さあ、もう一つ見ていきましょう。まあ、これは15先なんでね。まだまだ、まあ、言うて、序盤は全然わからないので。序盤の方さは本当に合ってないようなもんですかね。まあ、まだまだここからですね。さあ、こちら、DT4 から、DT4 からじゃない、DT4 に対して相手がパフェ済みでパフェ取れるが、これは非常に直列がうまいんで、むしろ有利。さあ、テトリスから、テトリスからのさらにテトリスで2連発で連続攻撃。さあ、アイライン総裁外してから、テトリス。さあ、T スピンダブル危ない。ジェイミノちょっと突っ込みそうになって危なかったですね。さらに TSD テトリスの構えと言おうとしたところだが、こちらエルミノの置きミスライ。3ライン消しを。総裁外されて、レッツゲームされるけども、なんとか、まあそこまで言うほど火力が来なかったんで耐えられた。さらに直列までたどり着ければ、まだ掘れそうだぞ。しっかりたどり着いて、T スピンダブルからテトリスまとめ1。それに対して、カズ君は、おっと、ちょっと堀の体勢かなと思ったけども、リカバリうまい。SDSD でしっかりリカバリして、おそらく置きミスだったと思うけど、即座に火力でのリカバリはやっぱりうまいですね、カズくん。さあ、ちょっとこちら不利だが、エルミノから堀連体勢で、S ミノ、J ミノまで。
さあギリギリ耐えて、なんとか端っこに置いて、致命判定にならずにテトリスからホリレン体制、T ミノ、L ミノ、アイミノまでかな。アイミノまでの5連まで、スミティスタインまで掘ってって、しっかり、T スピンシングルで操作当てるが、ちょっと今のは、3ライン、4ライン、なんだ、忠告というか、警告に出てたところに、T スピン、バックトゥバック付きの T スピンシングルだったんで、3ラインで操作当ててしまったんで、穴バラが一つ来てしまいましたね。穴バラというか、まあ1ラインか。穴バラだったかな、確か。さあ、続いて DT4 に対して相手開幕 T3 で、どん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 、You're not the summer! で送ってきてますね。さあ、操作外して、直列うまい。Z ミノ、アイミノまでか。アイミノまでホリレン繋いで、しっかり直通を維持しながら、火力をどう送っていくかな、送っていこうかなと考えながら、テトリス、平積み、テトリス、テトリス。それに対して、おっと、2回分操作外してくる。しかし、地形的にはまあ言うほど辛くないか。いや、でも、だいぶ有利ですね、これ。さあ、しっかりホリレンで、これ、重要ですね。今の、で、相手のまあ、軽く来るのを待ちながら、ホリレンしてたんですよね。ホリレンで、即座に受けてから、テトリスを送ったと。バックトゥバック付きなしでも、ああいう風にレンが繋がってることによって、5ライン分の火力がいくので、しっかりそういう火力の送る判断とかも非常に重要になります。仮に相手がTスピンダブル打たなかったとしたら、あれ、間違い発生するんで、しっかりと待って、総裁外してというか、いいのか、総裁外して送る体制だったんで、かなり盤石でしたね。さあ、テトリスから、しっかりテトリスボリンしていきたいところ、テトリス打つがちょっと、バックトゥバック付きの攻撃に対し、バックトゥバック付きなしの、テトリスだったんで、1ライン分火力負けしてしまって穴バラが来てしまったが、さらに、その下には直通があるんで、ここまでたどり着けばむしろ有利になりますね。さあ、バックトゥバック付きの T スピントリプル、火力高い7ライン。さあ、しかし直列まで来たんで、これは全然いけそうだ。さあ、テトリスからテトリス操作当てて、家族ホリレン体制だけのちょっと地形辛そうなところにこちらどん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 火力を送って、3ライン消し、3ライン消しも操作外して、ホリレン体制ですね。さあ、T スピンダブルから、これ待ちですね。テトリスで、できるだけまあ、火力受けて、送りたかったんだけど、まあ、言うほど、電話続かなかったですね。さて、3ライン消しから T スピンダブル即座に作って、まあ、できるだけ火力は、ここら辺細かいところを受けたくないんで、しっかり総裁間に合わせてますね。あんまり下手に受けすぎてしまうと、穴バラが来てしまうので。さあ、スミノル先読みして、テトリスから T スピンダブル、で、ホリレンで5連まで、シングルナイスアタックから、相手、カズくんが、T スピンダブルの体勢ですね。TSD で、エルミノの先読みうまい、さらに T スピンシングルから、T スピンダブルの体勢だったが、こちら STSD が結構、なんだ、まとめ打ちしたんで聞きましたね。T スピンダブル、T スピンシングルテトリスだったかな。そのまとめ打ち、やっぱり瞬間火力このゲーム強いんじゃねといったところに、カズくんが、ジェイミノノーキミスか。ジェイミノノーキミスが致命傷になって、刺さっていった。まあ、こちらも継続してどん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 火力を送っていたんでね。さらに T スピンダブルの構えもあったんで、まあ、オーバーキルといったところでしょうか。さあ、開幕 T3 に対して DT4、もうかなりこの光景見ましたね。さあ、しっかり DT4 の T スピントリプル打ち切って、アイミノをかなり使ってるんで、これ、まあ、そうですね。すぐには打たずに、受けの体勢を整えながら、しっかり総裁当てていく感じですね。やっぱりすぐに打ってしまうと総裁外されて、受けの狭い形というか、隙ができてしまうので、できるだけ積んで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 、余裕を保ちながら、テトリスを打っていった感じですね。で、そこにまあ、穴も良かったのもあって、まあ、相手のミスもあって、しっかりと、こちらまあ、ミスなしで、テトリス、テトリス連打してたんで、刺さっていきましたね。ああいうとこまあ、結構重要で、どうしてもね、攻撃を送ってしまうと、相手が創生外したから、すぐに火力を送るみたいな、そういう判断を、相手にまあ、強制的にさせてしまうので、まあ、心理戦というかまあ、そういう心にさせるというかね、まあ、ちょっと難しいんだけどね。だから、火力を送るタイミングを結構まあ、ずらすというか、なんか、まあ、変化球を入れるみたいなね、そんな言い方ですかね。そうすると、相手が結構判断に困ったりする可能性も全然あるんで、まあ、そういうね、とりあえず火力をボン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 送ればいいというわけではないんですよね。こういうなんかタイミングを、ずらすみたいな、そういう技術も非常に重要になります。では、もう一つ見ていきましょう。ここまでは、順調に、6対1ですかね。
2セット連続で取ってって、純ちゃん、純ちゃんって感じですね。さあ、こちら DT4 に対して相手も DT4。さあ、このツモは、開幕じゃなくて、DTTKI か DT キングクリムゾンの基本的に2択になってるんだけど、まあ、ツモ的に DT キングクリムゾンにしましたね。神々。さあ、DT キングクリだったが、ちょっと、ティーミノの要求が多いんで、これは、妥協しましたね。妥協して、ホリエンに移行していく。家族の火力高い。さらにティースミンダブルを追い。だが、なんとか8連まで繋げられるんで大丈夫。バックトゥバックつけて、しっかり全部操作やってる。あ、今の重要ですね。しっかりバックトゥバックつけないと、穴場来てしまうんで。こういう細かいとこ非常に重要。さあ、先読みしといて、ティースミンダブルから、あ、じゃない、2ライン消しからティースミンダブル。それを操作外して、ティースミンダブルからテトリス危ない。ギリギリ。ギリギリ耐えて、テトリスね、なんとか操作やっている。で、TSD テトリスの地形で、これはもう大丈夫そうですね。で、ホリレンで、しっかりと受けてから火力の送り合いが激しいですね、これ。だがしかし、ちょっと下穴的にカズくんがこれはだいぶ有利。さあ、受けてしまって、テトリスから、ホリレンの体勢だが、それを操作外して、どん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 火力を送って、アイミノを気ミスしてくれたが、地形的にはまだまだ全然不利なんで、ちょっと辛いですね、これ。S ミノ、アイミノ、ちょっと、S ミノ、Z ミノ、どう置きたかったが、相手の火力が高かったんで、削りざるを得なくて、そのまま押し切られてしまう。いや、まあ、しっかりやっぱり火力を送っていきますね。どん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 継続してね。置きミスやないと、やっぱり火力、家族非常に高いんで。まあ、こんな感じに、どん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 、競り上がって、総裁当ててしまうと、さらにそこに穴場も加算されてしまうので、まあ、そこを気をつけていきたいところですね。さあ、DT 放置切って、相手が開幕パフェ済みでパフェ取れる。さあ、TSD テトリスの地形で、総裁外してから、テトリス、T スピンダブルは、これ送らない判断ですね。総裁に当てる判断で、まあ、無難にいってる感じ。で、2ライン消しで、相手に穴場を送りたいところだが、相手も火力をどん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 送ってるんで、むしろ、こちらが受けの体勢になってしまってる。さあ、2ライン消しから、テトリスで、2ライン消し送ってからテトリス送ったから、今の1ライン分プラス4ライン分で、完全操作やったんで、こういうとこ重要ですね。ちゃんと2ライン消しも送んないと、やっぱり穴場になってしまうんで、穴場回避する、その立ち回りってすごい、自分意識してるんですけど、まあ、細かいとこ見ればかなりどこら辺が意識してるのかというのはわかると思います。さあ、これしかし、チケつらい。ティスピンダブルからテトリスまとめ打ちで、あゆみの2ライン消しでなんとかギリギリ耐える。さあ、さらにテトリスの1位。だが、ホリレンで、ティーミの、ジェイミのまでか。ジェイミのまで掘っていくが、継続して軽く送って、ティスピンシングルが、刺さってないけど、Z ミのをそこに置いてしまうと、致命判定になってしまう。21段目の判定になってしまいましたね。さあ、もうカズくん、やっぱり、火力、どん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 刺さると思いきや、速攻で火力送っていきますね。もう、ゴリ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 。ゴリゴリのゴリって感じ。さあ、相手 DT4 ちょっと、ティーミノを先に出してしまったが、置きミスしていたところに、こちらを継続して、ティースピンダブル、テトリスが刺さっていった。これは、かなりラッキーでしたね。操作外して、まとめ打ち体制だったと思うんだけど、ちょっとアイミノの致命判定が出てしまって、刺さっていきましたね。かなり地形的にはむしろカズくん有利だったと思うんで、これは危なかったですね。かなりラッキーな勝利で終わりました。さあ、こちら DT4 からの、平積みに対して、相手が、DTTKI で、さあ、T スピンダブルから、ちょっと、連っぽい形にしといて、連の繋がる未来が見れそうな、地形にしておくんですね。まあ、こういう、やっぱり、T スピンダブルからの、続けざまに、連が、連を続けれる未来が見える形って非常に強いんで。さあ、T スピンダブルから、テトリスで、まとめ打ちしつつ、相手が T スピントリプル嫌な見せてる。そこに、アイミノの置きミスもしてしまって、さすがに致命傷ですね。まあ、こちらはハンバーグから、さらに、なんだ。テトリスか。テトリスプラス、まあ、どん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 火力を送れる体制なんでね。まあ、盤石ですね。さあ、ブリンクがオンラインになっていく。まあ、どうでもいいですけど。さあ、TSD パフェはないが、こちらも DT パフェの体制だけども、下穴が来ているので、全然パフェはないですね。先を見しつつ、総裁外してテトリスからティースピンダブル。
で、お互い中明けテトリスの対戦ですね。中明けテトリスで非常にどちらも地形がいいので火力が出そう。カズ君、ティースピンダブルからテトリス、いいですね。こういうやっぱりその火力の保持するっていうのは非常に重要で、あんまりその打ち切りすぎると良くないんですよね。火力を保持しつつ、ティースピンダブルとかで、火力の節約と言いますか。そういうのをした方がいい。変にね、打ちすぎるとね、あんまり、後々のそのリソースがなくなってしまうので、今のカズ君そういうのを意識してたの非常にいいですね。さあ、穴場で行きたくないんで、しっかりゴライン消しには、ああいうのも受ける判断ですね、強気に。総裁当ててしまうと、やっぱり穴場って本当に来れば来るほど不利になるんで、そこら辺の回避する、立ち回りはめちゃくちゃ意識します。そこに、これは刺さるだろうといったまとめ打ちの、T スピンダブルテトリスがしっかりと育っていくと。まあ、刺さらなそうな地形だと見るや否や、あゆみの左側に置いてたんですけども、今のは刺さると確信した上でのまとめ打ちですね。まあ、あそこも、やっぱりちゃんと見ながら、送ることによって刺すこともできるし、刺さらない状態なら、積み込みでね、総裁しっかり外して、まあ、かなり地形もいいんで。まあ、それはそれで別に有利が取れると。まあ、どちらでもいいというね、二択の感じですね。もう一つ見ていきましょう。今は9対3ですかね。3セット終わって9対3。さあ、この相撲も DT4 じゃないかな。DT4 ですね。DT4 に対して、カズくんが開幕 T3。もう、何回あったか見たことないじゃなくて、数えきれないほど見ていきましたね。さあ、テトリス打ちたかったがちょっとミスってしまう。お互いミスがしてしまったが、穴はどちらもいいので、全然まだまだいけそうだ。T スピンダブルから、平積み体勢ですね。平積み体勢で T スピンダブルを総裁、これ、当ててますね。今のなぜ当てたかというのは、まあ、もちろん皆さんお分かりいただけるでしょう。相手がバックトゥーバック付きなしの攻撃だったんで、バックトゥバック付きのね、ありの攻撃を送って、しっかり穴場を送っていました。まあ、こういう細かいところですね。さあ、T スピントリプル打ち切って、さあ、どうだ？バックトゥバック見につけるが、ちょっとバックトゥバック付いていないんで、一回削ってからテトリスしっかり送る。さあ、地形ラインを見て、総裁外し、ここを凝視しますね。凝視して、総裁外し、から、T スピンダブルまで送ってって、さらに T スピンダブルを強気に総裁外して、大見ので先読みで、カリッと、まあ、先読みしつつ、さらにめちゃくちゃこれいい地形なんでね、T スピンシングルから、TSD テトリスをまとめ打ちできる体制なんで、もうかなり、盤石ですね。まあ、やっぱり結構危ないように見えるけども、しっかり凝視した上での判断なんで、ここら辺は余裕持ってますね。さあ、直列うまいが、先読みしながらテトリスで削ってって、T スピンダブル。それを総裁外してからの T スピンダブル。からテトリス、対テトリスが総裁当たる。さあ、あゆみの間に合って、ここら辺も T スピンダブルを即座に打たずに、できるだけ積んで、ミノの、積も数を稼ぎながら、受けの広い体勢を保ってますね。で、テトリスプラス、ここ2ライン消し。今の2ライン消しが重要。しっかり、完全総裁させるために、穴場を受けない立ち回りですね。さあ、2ライン消して、1回削って、地形を余裕保ちながら、総裁外しから、これ、エルミノで、ドネイト行こうかなと思ったんだけど、左端にラインが来たんで、ヨシヒロ済みに切り替えましたね。ヨシヒロ済みというのは、ティスミンミニからティスミンダブル打つ。まあ、テンプレっちゃテンプレの形ですね。さあ、ここで連投切らせて、しっかりとした総裁外しから、ティスミンダブル。そこに相手がエスミノの置きミスしてるんで、そこをしっかり見て、総裁外しからテトリスを打ちたかったが、ちょっとそこにティミノ置いてしまうと、テトリスが打てない形になってしまい、相手の復帰を許してしまう。これはちょっともったいなかったですね、自分。結構冷静にテトリス打ったつもりだったんだけど、ちょっとティミノが出てしまって、差し切れなかった。さあ、ティスピンシングルで、これ穴場で来てしまったと。3ラインに対して、バックトゥバック付きなしのティスピンシングルなんで、2ライン消し攻撃で総裁当ててしまいましたよね。一番下に穴場が来てしまったが、ここまでホリレンが強い。8年までのホリレン。さあ、お互いかなり穴場で行ってるんで、これは火力ボン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 送った方が有利な立ち回りになりそうだが、総裁外しから、ティスピンダブルで、どんどん火力耐性ですね。テトリスで、穴場を送りたかったが、しっかりホリレンで相手も、総裁してるんで、全然、問題なさそうですね。さあ、ちょっと STMV ケーブ作って、ティスピンにしたかったが、妥協してしまう形になってしまった。
さて、4連までのあゆみの残り連。さあ、これは妥協してって、1回2ライン消しで、いいですね。しっかり火力計算で4ライン分なんで、4ライン分課税総裁で、しっかり穴場回避。から、テトリスボリーで、ここも欄干ですかね。欄干で、しっかり T スピンシングル。それに対して相手ホリレンで Z ミノまで。さあ、これは先読み。この先読みですね。Z ミノ。まぁ、ちょっと S ミノ置く場所なかったんで、あそこに置いたんだけど、どうしようかなって考えながら、先読みの、ルートを見つけました。で、しっかり STSD 組んどいて、これは地形に余裕があるんで、創生外しから、T スピンダブル、T スピンダブル。さあ、かなり有利になって。さあ、相手ちょっと、ミノの兼ねが悪かったですね。テトリスのまとめ位置、ティスピンシングルからテトリスのまとめ位置がしっかり刺さっていく。どうしても屋根つけると下穴埋めちゃうし、屋根つけないと火力が出ないしっていう、まぁ、ちょっとジレンマに引っかかっていたのを、しっかり見ながら、まとめ位置で刺しに行きましたね。さあ、パフェ済みだったが、開幕 TSE の方が、まぁ、理論上早いんで、しっかりパフェを阻止される。搭載外してテトリスを送るが、T スピンダブル送られて、T スピンダブル総裁当たる。さあ、ここですね。まあ、テトリスはこんな感じに打たずに、火力の、まあ、保持ですね。リソース保持で、T スピンダブルでしっかり火力作っていく。さあ、ちょっと下穴埋めたが、まあ、大丈夫ですね。ここはまあ、ちょっとテトリス総裁当たったけども、まあ、結果的には、直列のところに穴が来たんで、むしろ穴埋まになった。さあ、T スピンダブルでしっかりドネイトを混ぜつつ、総裁外しから T スピンダブルテトリスまとめ打ち。で、しっかり4ライン分。まあ、これも T スピントリプル相手めちゃくちゃ火力高いけど、しっかり受けられるの判断して強気な総裁外しからの、まとめ打ち。T3 テトリスで、さらにテトリス送って、さらにテトリス送る。いいですね。やっぱりね、ライン計算重要なんですよね。相手ま、TSTっていうのをまあ見えてた上での強気な総裁外しなんで、かなりね、上部で危ないように見えるけども、しっかり1ライン分ね、刺さらないという判断をした上での総裁外しで、ギリギリ速度で T スピンダブルまで間に合わせていったのが今の強かったですね。その後の判断も結構速度を出さないと、総裁間に合ってなかったと思うんですけど、まあそこは持ち前の速度を出していき、しっかり間に合わせて刺しに行きましたね。もう一つ見ていきましょう。やっぱりね、間に合わせる速度、耐久の速度と相手を差し切る時の速度っていうのはめちゃくちゃ重要になるんで。そこら辺は、重要です。もう最重要レベルで重要ですね。常に速度を出すんじゃなくて、耐久と刺す時の速度を意識した方が特にいいです。さあ、テトリス打ってって、T スピンシングルから、テトリス、TSD テトリス再生ですね。テトリス送る。それを、カズ君も、T スピンダブルで操作やっている。さて、どうだ、これは。こちら、ホリレンに対して、相手火力。操作外して、T スピンシングル送るが、テトリスで送られたとこに、ちょっと大身の大きみしてしまった。さあ、そこに T スピンダブル飛んできて、なんとか操作当てるが、ちょっとこれ難しいですね、リカバリが。T ミノ入れて、J ミノ回転入れというか、ソフトドロップさせて、ホリレン体制を見ている。アイミノ、S ミノ、J ミノ、L ミノ、T ミノと言おうとしたところが N ミノを救出してしまった。さあ、これは、いやー、完全な致命傷ですね。まあ、ただでさえ不利だったのに、ところに、L ミノの大きミスしてしまったんで。まあ、ホリレン、T ミノまで繋げられればまだワンチャンあったかな。まあ、完全な、まあ、横移動が入れなかった。かなりあるあるのパターンですね。さあ、相手 TSD パフェ。だが、これはちょっと、ミスってしまった。T ミノの回転が入れなかったですね、これ。相手パフェなのを凝視してって、T ミノ回転したと思ったんだけど、ちょっと T ミノの回転が入っていなくて、そのままソフトドロップで刺さってしまった。これはちょっと、まぁちょっとダサかったパターンですね。かなり、ダサいパターンの、の置きミスで刺さってしまった。さあ、これ S ミノの置きミス痛い。かなり、総裁外しから、T スピンダブルテトリスで、刺し切れる体勢だったんだけど、こちらちょっと置きミスしてしまって、そこにカズ君の火力が高くて刺さってしまった。ちょっとこのセット、ストレート打たないけど、もったいない負けが多かったですね。一つが、T スピントリプル打つとこになぜかソフトドロップしてしまって、TSD パフェで刺さってしまったのと、まあ、今のも S ミノの置きミスですね。
S ミノをしっかり受けて TSD テトリス打てれば刺さっていたところに S ミノミスってしまって火力不足になってしまい、そこで相手に復帰を許してしまって逆転されてしまったという、かなりもったいない負けが目立った試合でしたね、このセットは。さあもう一つ見ていきましょう。ここでね、やっぱり3連続連取されると、あ、結構ね、精神面に来るんで、あ、結構かなり焦りましたね。さあ、こちらが開幕 TC に対して相手が、DD4。さあ、DTTKI 体制かな ?DTTKI 体制ですね。TKI 体制に対して、こちらはどん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 継続して火力を送ってる。T スピントリプルを総裁外して、TSD からテトリス、さらにテトリスプラス、T スピンダブル。さあ、お互い穴はいいんで、まだまだ全然大丈夫そうですね。さあ、T スピンダブルしっかり間に合わせて、そこに、相手も、どん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 火力を送っていく体勢だが、T スピンダブルにしたか。T スピンダブルにして、一見下穴埋めてるけども、まあ、これは、TD アタックを見た上での、下穴埋めなんで全然大丈夫ですね。T スピントリプルから T スピンダブルを打つ TD アタック体勢。で、強気な総裁外しから、T スピンダブル。今のも、なぜ総裁外したかというのは、もうね、説明しなくてもわかるでしょう。さあ、エルミノ、アイミノ、スミノまでの9連が非常に強い。まあ、これはしっかり下穴見ましたね。下穴見たというか、ホリレンのルートを見て、しっかりと刺していった。もう本当に穴柄受けない立ち回りも徹底してますね。そこが相当重要な技術であるので。さあ、ちょっと、こちら開幕 DT4 を置きミスしていたところに、カズ君が、しっかり DT 連組んでるのを見て、こちらも連で対抗する構えですね。しかし、種がちょっと辛いんで、そこをしっかりどうにかしていきたいところだが、カズ君が発火してくる。なんで、ここで種、しっかり合わせて、1、2、3、4、5、6です。種級ですね。カズ君が、種3に対して、こちら種級。さあ、お互い一応連は繋がる体制だが、12連、10連、11連、14連。さあ。さあ、ここに睨み合い。15連、16連、17連まで繋がるけども、これはカズ君側は火力を受けたい体制ですね。火力を受ける体制で、連のフォアを増やしたいところに、俺は、その連フォアを増やしたくないという判断で、これ待ち毛が発生してますね。さあ、カサカサ勝負、ホールドを混ぜながら、しっかり、時間を稼いでいって、カサカサもしながら、オーエノウェルジュ送って、さあ、これは7ライン分送ってるんで、5ライン分総裁が当たるかどこにあるくる。なるほど。連の方は増えましたね、これ。Z ミノ、S ミノ、L ミノまで繋がる。さあ、それを見た上で、しっかり送って、5ラインと5ラインが総裁当たる。こうなれば、一応次の5ライン分も、5ライン分で総裁当たるんで、なんとかあと2連で抑えられそうですね。さあ、S ミノ出してくれた。これはもう、そうですね、送って、19連まで、だがしかし、不利になってしまいましたね。カズ君置きミスしたけど、テトリス、T スピンダブル。T スピンダブルからホリレン体制だが、ちょっといまいち掘れない。地形も若干辛いですね。そこにオミノ置きミスでしてしまったが、どんだけ噛むんだ。してしまったが、いや、辛いですね。ちょっと地形的に辛い。ホリレンでアイミノまで、T スピンダブルが、ちょっと、BTB ついてたんで、下、一番下に穴ばらきましたね。これがどう影響するかといったところだが、しっかり下穴来てるんで問題ない。下穴直列できてるんで問題ない。さて、仕切り直した。テトリスから、T スピンダブル。で、さらにテトリス。それこに相手が直通。TSD、総裁外してって、テトリス。そこに T スピントリプルなんで、2ライン分来る。さあ、どうなるか、ここから。さあ、ここに穴場来たぞ。穴場しっかり、うまく、解消していきたい。そこに、カズ君が大美濃の牛にしてしまって、しっかりホリレンに切り替えて、アイミノまでか。アイミノまでの4連。だが、しかし、地形的には有利ですね。さあ、DT 含んでいた。DT 含んでいたが、T スピントリプルしっかり間に合わせて、次の T ミノはちょっと間に合わないことを判断して、カズ君ホリレンに切り替えていきましたね。S ミノ、Z ミノまでか。Z ミノ、おっと、T ミノとアイミノが暴発してしまって、これは相当痛い置きミス。そこに俺も、今、ちょっと自陣見てましたけど、オースピン。オースピンみたいな挙動をしてましたね。
さあ、ちょっと、Tスピンしようとしたのを、ミノ勘違いしてしまって、大ミノを自由落下してしまって、オースピン、みたいな感じになってたけど、まあ、オースピンはね、理論上、秒速500回転しなきゃ入んないんで。さあ、これも、そうなんですよね。もう、なんか非常に申し訳ないな、これ。これもね、ここで、このタイミングでコントロール接続切れて、もうなんか、誤動作ばかりなんだよね、これ。いやーなんかこれめっちゃ申し訳なかったな。家族も最初待ってくれたし、しかも、何もできずに刺さっていった。まあ、かといってね、やっぱりこのリーグ戦なんで、まあ、これもね、本数に普通に影響するんで、まあ、全然対戦相手は気にしないでいいんだけど、これもうね、もう、わけわかんなかったですね。これもう、テンパりまくってましたよ、これ。今日の朝11時にやってたけど、もうコントローラー動かねえ動かねえってテンパりまくりながら、これ、プレイしましたね。さあ、ここでなんとか正常に動いたが、やっぱり最初動いてなかった分、だいぶ不利になっていったところに、カズ君の総裁外し、Tスピンダブル。さらに、総裁外しの Tスピンダブルが刺さってしまった。いやー、これほんとしょうもなかったですね。もう、しょうもねえ、しょうもねえって言いながら、やってました。で、ここで、急いで、コントローラーの接続を、し直して、なんとか、持ち直しましたね。いや、もう、これはね、本当に、しょうもない以外の、何者でもないですね。こういう、リーグ戦という大会の、まあ、重要な試合で、こういうコントローラーのね、接続不良っていうのは、まあ、自己責任なんで。まあ、こういうので、落とした本数も、本数は本数。しっかり、切り替えていきましょう。Tスピンダブルじゃない、テトリスから、J ミノ、L ミノ速攻に置いて、S ミノ回転入れでしっかり地形を保っていく。さあ、Tスピンダブルに対してテトリス総裁当たる。ちょっと穴場で来てるんで、フリダが、しっかりホリレンのルートを見つけていきたいところ。S ミノ、J ミノ、T ミノか。T ミノまでのホリレンのルート。しかし、ちょっと火力的に相手が継続して送ってるんで、フリーですね。ちょっと今、中開けっぽい形してるかな。相手が中開けっぽいのを目指していったけども、若干置きミスしてしまったんで、なんとか助かった。さあ、3連携して、スミティスタイム連打してるが、テトリスしっかり総裁外す。で、ティスミンダブルにはティスミンダブル総裁当てる。さあ、ちょっと不利なように見えるが、しっかりテトリスボリーから、掘ってって、3連インテトリス。さあ、これで有利になったぞ。エルミノでタイに行って、S ミノ、ギリギリ耐える。アイミノ入れて、J ミノから Z ミノ、T ミノと掘るが、掘りのルートは、ないか、ないな。ちょっとどこに置いてもミノが刺さってしまう形だったんで、ちょっと今のはどうしようもなかったですね。仮に今、削りが間に合ったとしても、こちらはまあ、T スピンダブルからテトリス、まあ、まとめ位置操作、まとめ位置操作じゃない。まとめ位置体制が整っていたので、まあ、かなり余裕のあった地形でしたね。さあまあちょっとね、まあこういうなんか、というわけで、本数的には15対8で、今日のテトリス A 級リーグを勝利いたしました。ただ、まあところどころね、このコントローラーの接続が切れて、もう、なんか変な挙動になったりだとか、まあ自由落下してしまったりだとかして、これなんか申し訳なかったですね、カズ君には非常に。なんで、しっかりやっぱり環境は整えましょうということですね。頑張ったんだけどな。結構自分なりに接続頑張ってみたんだけど、やっぱり本番でこういうことあるのは良くないですね、本当に。まあ結果的には勝てたから良かったけども、ちょっと申し訳なさはありました。というわけで、テトリス A級リーグ3回戦目かな。1回戦と2回戦も、15対4と15対5で勝って、3回戦目のカズくん戦も、15対8と勝ってて、かなり順調。まあ、推定今1位じゃないかな。得失点差的に、推定1位なので、まあ、かなり順ちゃんな、仕上がりとなっております。今日もね、テトリスの内容もかなり良かったんじゃないかな。その接続不良を抜きにすれば、テトリスの内容自体はかなり良かったんで、このままね、全勝を目指して、まあ、優勝者には賞金1万円がね、施されるんで、そこをしっかり狙っていこうかなと思います。はい、じゃあ皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。